皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もビサージュ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、おそらくルーシー編の終盤に到達したところで、やってきたのはお家の中のまだ見ぬマップでした。今日ね、まずそこから進んでいきましょう。ここの自動保存かな、こっち行きましょうか。ビサゲでんで、これってもうすぐこれ、ルーシー編終わりじゃないのと思いたいんだけど、ガチで。あ、そう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 。で、ここに来る、下明るい、どっちかっていうと、まあそっち来たような。で、ライター、これそうつきません。ということは、多分安全なのか、逆に。これ、待って、見えないっす、見えないっす。靴か。こっち多分これ開かないパティーンじゃないの？あ、カクッとなった。おい。大丈夫？これルーシー編もいいでしょ、もう。ここなんか広いし。どうしようかな。カクッとなったな。あとそっちね。なんじゃこれ。どう行けと。あ、これダメなんだ。反対側。そこ、なんかいる？もしかして。なんだろう。なんかいるようにも見えなくもないけど。まあいいか。あとね、こっちね。一番嫌なとこ。先に潰そうか。なんかピーマンから食べるみたいな。くるー。お、またかくったら、あっやばいやばいやばい。今の絶対やばい。ガチの坊ちゃんが出た。あ、びっくりしたいもの。超びっくりしたいもの。どうしようかな、これ。ガチ棒がすみません、出てしまいました。いやー、こっちだったら、なんかあっちだな。今、もうピーマン捨てよ、もう。あんなのびっくりする。まだ書くってなるだろう。多分これ、どっちにしろ全部行くんじゃないの？なんなん、これ。なにこれ、ろうそく？使いかけ？あ、ダメなんだ。待て、近い。なんだ、このお股の人は。どこよ、これ。あの、お股の人何あれ。待て、この不穏な音やめよ、これ。また行くか、じゃあ。なんなの、あのお股の人。めちゃくちゃ股間がもっこりしてたんだけど。あ、ついてる。また来ないの？再会ならずか。まあいいや。これやべえだろ、これ。って、こんなん VR でやったら寿命縮むでしょ。あのね、ストッパーかな、これ。ですかね、ドアストッパーだ。まあ、なんかワシワシ言ってない？ここ行くの？こんなの VR でやれる？こんなの人類。作った人さ、まあわかるからいいよね。ここでこうイベントあるってさ。あ、待てな、勝ちって言ったよね、今。気のせい？あ、これかな。あ、で、これなんかあの、戻るときやべえパターンだろ。わし知ってる。なん、絶対なんか来るもん、これ。いや、でもね、このゲームうまいな。あのね、生かさず殺さず、本当に分かってる。たくさん死んじゃうとね、逆に怖くなくなるんだよね。ホラーゲームって。なんか、あ、これ死ねるんだみたいな。リセットできるからさ。なので、一番怖いのは、その、生かさず殺さず、適度に弱らせた状態をキープするってのは一番怖い。バイオで言うと、ずーっと体力交渉みたいな。と思います。プレイ時間6時間だろう。今日でだいたいこれ何時間。あと保存が、ここ保存層できないんだよな。セーブができないという。クソマップ。また来んなよ。怖っ。怖たにえんだろう。で、これ前も見たな。
あれか。ね、一家にあったこれ。全部、フルセットで。裏とかないよね、さすがにね。一応見とこうか。ねえ。ねえ。よし。なし。花瓶は持ってない。ここ行く？開くんか、しかも。なんだ、これもう、これはいいよな。これはそんなにびっくりしないけどさ。ここ、くら。ここやべえだろ、これ。壁に立ってなんかいたもん、ほら、落書きが。グラフィティが。うおー、ちゃちゃちゃ。ゲッポすんな、ゲッポすんな。ゲップすな。なんじゃなんじゃ。これね、目に焼き付くわ、これ。一瞬ピカって光るから。あ、でも顔かわいいな、なんか弱ってる。 もうダメじゃんっつって。これカメラなくなったら死ぬよ、この人。そこなんかある？書いてある？いや、書いてないか。気のせいか。すいません。目に悪いわ。あ、なんだこれは。ウルバリンかな。ローガンがいる近くに。待ってね。こっち、これ開くんだよな。でも、ローガン気になるな、これ。自分で、マーベル映画の中で特にローガン一番好き。なんかもう、アベンジャーズとかより、ローガンが一番好き。怖っ。え？で、ここで終わり？なんだこれ。これで終わり？あ、下まで行ってないんだ。あ、ですね。いや、不穏だな、本当に。解決法は全然わからん。何したらこれクリアできんの？ここいるの？つまり、ちょっと待ってね。あいつ多分徘徊してんだ。触れた瞬間即死なんだよね。ここら辺、なんかある？お尻。え？ラジオか。レイディオ。これ止めていい？これ一周してきた、もしかして。いや、違うんだな。怖っ。あれ？じゃあさっきのあっちどうすんの、あれ。これなんか先行っちゃう、臭くない？怖いわ。さっきの方向、気になるんだよな。かぐったって。またのゲップか。ゲッパーがいる。おい。どっかにゲッパーがいた。ちょっと待ってね、これ。いや、あっちなんだろう。あっちの方、行きたくないんだけど、気になるんだよな。超気になる。こう行って、どっちだっけ？こう来て、こっちか。ここなんなん？あ、これで終わりか。なんだろう、檻かな、これ。フラッシュでこう弱らせて、檻の中って感じね。こっち続いてんだ、これ。ただ先に行けない。じゃあ、これでそっちね。今日ね、10月23日、もうすぐで COD のね、モダンオフェアが出るんだ。なので、それまでにクリアしたいんだけど、できるかな？あっちは言うね。銃てるからさ。ああ、またほら、なんかゲッパーがいるんだろう、俺。なんなん？そこにいるの？なんなの、あれ。さて。まだライターがびっくりした。勝手に持つな。ライター、ん？でもライター持ってたよね、さっき。あ、出したのか、シュッと。で、まだつかない。よし。つかないのはなんか逆に嬉しいんだよな。やんなくていいよってね、それ。制限されるから。使わなくていい。怖っ。このテクスチャがまたいいんだよな。ボロボロのね、老朽化した廃墟のような。またなんかこういうとこでなんかさせられるんだろう？
あ、書くってなって、クソゲーだなほんと。これ絶対中になんかあるもん。これなんか、なんかこれ、穴があるけど、ん、え、え、あれ、え、え、いいのこれ、なんだろう、意図した動作なのか今の。ここもつきませんね。いやー、もうなんかあれだ、方向がね、ねじ曲がってんだ、重力が。あ、そこになんかいる。え、あれ、なんでそこに鍵あんの。ちょっと放置。なんだこいつ、メトロのダークワンかな。ここでね、こういるんだな。で、なんだろう。あ、ビデオテープ。多分これ製品版であれかな。ね、使えるのかな。え、じゃあこれ放置ですか、これ。いっちゃうよ。ここない、これ。パンダルーム。これ何？なんだこれ。え、これ何？あー、カクってあった。あ、ゲッパーがいる。あれ、まずいのか、もしかして。見つかると。セーブ、まだできませんね。なんだこれ。コンセント？ま、とりあえずそっちか。行くしかないか。あれ、ここ全部開いてるし。ん？クローゼット、怖っこれ。すっ、なんもないんかい。振り向くと、なんもないんかい。あ、これがあれか、さっきの反対側か。え、でもこれそっち行く？いや、保管しなくていいだろこんなの。これで取る、取る。え、こうじゃないの？そう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 。で、え、鍵って何？これ鍵あるように見える、これ。多分反対側からじゃない？いや、よう作るな、こんなゲーム、マジで。あ、ここ何？あれ？ここまだ来てないよね。やだな、ここ。なんか、こっから見えるっていうさ、そっちが。ほら。あれ？ただ、おや、なんもねえぞ、こっち。え？なんかここ。あ、ね、これがあって檻だわ。明かりがつかない。え、なにここ。足音した？自分か。どうするこれ、戻るってこと？限ってる。何もできませんね。で、ここも？アイテムは？ここ光ったように見えるんだけど、気のせいか。あのフラッシュのあれか、反射か。で、何もなく、ここも、ね、カニタコ、魚介類、シーフードルーム。でもさ、ここ椅子だよね。あの森かよは。多分サラの秘密の部屋なのかな。ルーシー、おそらくイマジナリーフレンドというか、なんか物語上のあれだよね、多分。ここなんかありそうなんだけど、こいつずーっとここいんの。え、これバグとかないよね。いや、でもバグとかあるからな、怖いんだよな、それが。あれ？これなんかさ、積んだ臭くない？なんだこれ？ここにこいつがいて、イベントが進行しない？もしかして。なんかあんのかな？あれ？ん？大丈夫か？上向いたのか？アイテム、アイテム、ないもんね。あ！待って待って。ゲッパーがいる、どっかに。多分そっちの方かな。
いた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 。あ、あいつかゲッパー。あぶねえ。どうすんのこれ。なんか積んだくさくね。何にもできないけど。椅子も結構あるんだよね、そう。あ、座って。何？で、マップ変化かな、多分。してくんないと困るんだよな。なんもないの？あ、じゃあ、要はあれか。そっちの椅子か、多分。こう行って、ここでゲッパーくんだよ。これじゃない？違うの？ここじゃない。なんだこれ。ここもアイテム。あ、待って待って、来て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 。怖っ。ほら。多分、退散した？え？退散して、そう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 。で、なんだ、鍵。鍵ないんだよな。じゃあ、鍵を探せと。どっかから。なくね？ある？鍵、パッと見ないんだよな。何も来ねえ。で、こいつまだいるっしょ、ここに。ずーっといる。なんだこれ。全くわからんな。あ、目玉のマーク。あ、引っぺがせるわ。はははは。は、あ、なるほどね。で、インタラクト。こっちか。降りていく。ありがとう。ただこれどこに行くのこれ。くら。地下のさらに地下だよね。で、覗けと。何これ。なんか板っ端が出てきた。ん？で、これ最高に出って言うじゃない。これ何すんのこれ。インタラクトもできない。おや、ちょ待ってね。戻ってみようか。よくわかんねえ。 なんだこれ。板ガチャかな。あれ何、ノーマル板。こういって、でもあれ何これ、もしかして、あ、これまた上切るんだ、マジか。板を引いて、あれで、なんだ、なんかの鍵だったってこと、多分。勘抜きみたいな。このゲームで本当によくわかんない、マジで。何をすんのか。これが何なのか。取っ手がある、多分勘抜きのようなもんだと思うんだよな。じゃあ、戻ってみようか。ここにゲッパー来ないでしょ。あ、あいつ消えてるわ。で、ここちょっと危ないんで、行くんだったらそうね。あの、ゲッパーを退散させてから行きたいな。まだセーブ入ってない。まあ、問いながら行くんだけど。これもう意味ないか。あ、ですね。これで？これでなんなん？あ、ダメですね。これでなんなんで、マジで。あ、もしかしてだけど、多分あれか。ライターを使わずにってことかな。ライター引っ込める説ある。あ、多分それありそうだな。ちょっと待って、じゃあ戻ろうか。すいません。こ
これで引っ込めたい、この手を。落とす。まあ、落としていいか。で、これを？あー、でもね、すいません。これね、何もできないわ。なんだこれ。インタラクトマーク、出ませんね。何も出ない。待って、じゃあ、拾おうか。拾って。これ何すんだこれ。まあ、でも右に2つ持つな。このライターってこれ当たり判定あんのこれ。なんだこいつは。くっそ。変なゲームだな、しかしこれ。ね、多分ここで何かすんだな、これ。と思うんだよね。目玉、目玉。いや、わからんな。すいません。これ、ここで全くわからん。これが出てきて、何なんだ？これが出てきて？どうせと。セーブができない。これが出てきて、どうなんだ？なんかのロープ。ロープが見える。ただ、そんだけのね。他になんか行けるところ、やれる場所、なんかあるかな？見逃してる何かがある？つまり、そこに目のマーク。あ、椅子かな？もしかして。あ、違うんだ。となると、クローゼットが怪しいの。で、ゲップの人いませんね。ここってこと？まずい。あ、そっから来る？いや、こっちかな。お、怖い。怖い、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 怖い。何？消えた？いやー、わからねえ、これ。あ、これとかってこと、もしかして。いや、違うな。なんだよ、これ。いや、さすがにこれ違うだろう。待ってね。これ今んとここれわかんねえな、ここ。マジでわかんねえ。鍵ないしな。あと、ここね。ここも本当にわからん。いや、ここマジでわかんねえな。行けるとしたらもうここしかない。ただ、鍵。ちょっと待ってね。取る。保管ができない。うん。これ、保管、そう、いや、それ知ってる。ちょ待って。あ、なるほど。こうできるんだ。よし。で、置いて、これでもしかしてってこと？鍵。いや、マジか。こうか。あ、そう。普通に開いたわ。くっそ。で、これで開いたのか、そっちが。あれ、元から開いてたっけ？あ、カクってなった。で、これで、どっちだ？そっちなのか。あ、なるほどね。よし。あ、ここはその勘抜きか。なるほど。おっしゃーい。右行ったの上。あ、ま、よし。保存来た、保存来た。よし。待ってね。保存よ。ここ、これ悩むわ。マジか、あれ、さっきの。ちょっと待って、これ、奥結構あんな。で、さらに分岐帳。分岐帳作るのやめろ。あ、これもしかしてお家の中？あ、ですね。これ一周してくるパターン？もしかして。あ、違うんだ。上行けるんだ。じゃあそっちなんだよってなるじゃん。ね、なるよね。これで、まあ一応オートセーブ入ったから、死んでもね、リトライ自体は割と楽。ここはさすがに何もないかな。暗いしね。ない。次、そっち。ここも暗い。多分異様に暗いと何もないと思うんだよな。ここなんだよ、問題は。あ、クローゼット。あ、まずい。これもしかして召喚しちゃった系？ゲッパーを。いや、違うのかな？まあいいや。放置。
いざとなったらフラッシュタック。パパラッチ。さあ、どうでしょう。で、またこの憎き椅子がある。クソ。クソ椅子が。あ、で、そうそう、こいつね。これ何なんだろう。イメージキャラクター。B ちゃんです。ビサージュの。これ怖っ。ベクシンスキーっぽいね。ちょっと欲しいな。多分これまでか。イメージキャラクター。で、悪。いや、こういう択を迫る。全部悪。あ、錆びた鍵。いや、錆びた鍵か。錆びた鍵ってなんやねん。あ、で、これ。え、開くのこれ。あ、まず、そこにゲッパいた、そこにゲッパいた。明らかにいた。多分消えたかな。錆びた鍵か。ここでか。鍵集め。ね。で、こっちも？これ、落っこっちゃう系のあれかな。あ、人がいるわ。なんだあれ。これ落ちるとどうなんの？あ、いけない。進んでいけないですね、そっちに。ははは。なんだこれ。何の象徴だろう。さあ、どうね。すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦こだわりにして。で、次回ですね、この鍵か。錆びた鍵をね、入手しに行きましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと、ツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回、ビサージュでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。